今日は、ボクシング界にとって歴史的な一戦が行われたことをお伝えします。それは、世界ウェルター級4団体王座統一戦です。ウェルター級は、フロイド、メイウェザー、マニ、パッキャオ、シュガー、レイ、レナードなど、数々の名選手が活躍した階級です。 そのウェルター級で、四つのメジャー団体の王座をすべて獲得するという偉業が、今回初めて達成されました。その主役は、テレンス、クロフォードとエロール、スペンスジュニアという二人の無敗王者です。クロフォードは、ライト級とスーパーライト級で四団体統一を果たした後、ウェルター級に転向し、 ウォールブレーカー王王者になりました。ステンスジュニアは、ウェルター級で IBF、WBC、ウォールブレーカー A の3団体王者になりました。この2人がついに対決し、世界ウェルター級4団体王座統一戦が29日、日本時間30日に、 米国ネバダ州ラスベガスの T モバイルアリーナで行われました。この試合は、両者ともに高い技術とパワーを持ち合わせたファイターであり、PFP パウンド、パウンドランキングでも上位に位置することから、大きな注目を集めました。PFP ランキングとは、 全17階級のボクサーを総合した現役最強ランキングです。リング市では、クロフォードが3位、ステンスジュニアが2位にランクされていました。試合前から、世界王者経験者や海外メディアで議論が沸き起こりました。この試合の勝者は、PFP1 位の座を手にすることができるのでしょうかいそれとも、 PFP に井の上直也がその座を守ることができるのでしょうか。井上直也は25日に有明アリーナで行われたスティーブン、クルトン戦に8回 TKO 勝ちを収め、4回級制覇を達成しました。海外メディアからも PFP1 位に押す声が上がりました。そんな中で行われた世界ウェルター級4団体王座統一戦は、 どんな展開になったのでしょうか、試合は。序盤から激しい打ち合いとなりました。クロフォードは左利きから右利きに構えを変えるなどして攻撃のリズムを変えました。スペンスジュニアはジャブやストレートで応戦しました。しかし、クロフォードのスピードとパワーにスペンスジュニアは徐々に圧倒されていきました。 4回には、クロフォードの右フックで、スペンス・ジュニアがダウンを期しました。その後もクロフォードは攻勢を続け、6回と8回にもダウンを奪いました。9回には、クロフォードの左アッパーで、スペンス・ジュニアが再びダウンし、レフェリーが試合をストックしました。クロフォードが9回 TKO で勝利し、 世界ウェルター級4団体王座統一を達成しました。通算戦績は40戦40勝 31KO となりました。試合後には会場にいた6階級制派王者間にパッケオからも祝福の言葉を受けました。クロフォードはこの勝利により 世界初の2階級4団体統一を達成しました。また、PFP、バウンド、フォ、バウンド、1位の座を争う存在になりました。海外メディアの一部では、すでに、クロフォードを PFP1 位に抜擢する声もあります。しかし、PFP に井の井上直也も4階級制覇を達成し、 PFP キング争いに名乗りを上げています。井上直也は、クロフォードの試合を観戦した後、素晴らしい試合だった。クロフォードは本当に強い。でも私も負けない、とコメントしました。両者ともに無敗であり、同じく4団体統一を果たしたことから、夢の対戦が実現すれば、 ボクシング史上最高の一戦となる可能性があります。ボクシングファンは、その日を心待ちにしています。ボクシングの世界ウェルター級4団体王座統一戦は、29日に、米ネバダ州ラスベガスの T モバイル、アリーナで行われました。3団体統一王者のエロール、スペンスジュニアとオールブレイカー王スーパー王者のテレンス、 クロフォードが激突しました。クロフォードは9回 TKO で勝利し、世界初の2階級4団体統一を達成しました。このワンサイドな決着では、クロフォードが3度のダウンを奪いました。クロフォードは通算40戦40勝で、4階級制覇を果たした井上直也とのパウンド、 パウンド論争も生まれました。しかし、米専門メディア、ワールドボクシングニュースはクロフォードを1位に、井上オニーに選出しました。ウォールブレイカー N は、パウンド、フォー、パウンドサウスポーのテレンス、クロフォードの勝利は否定できない、との見出しで記事を掲載し、最新の PFP ランキングを発表しました。 井上は25日に東京で行われた WBC& オールブレイカーを世界スーパーバンタム級タイトルマッチで2団体王者のスティーブン、フルトンを8回 TKO で破りました。記事によれば、井上が122ポンドでのデビュー戦でフルトンを破った時、オールブレイカー N はクロフォード対スペンスの結果に関係なく、 井上がトップになるとは予想していませんでした。しかし、ウォールブレーカー N の記事では、クロフォードは PFP のキングだ。クロフォードが3本のベルト保持者を一方的に打ち破り、2階級の明白なチャンピオンになったことは、異業であるとして完全に否定できない、とクロフォードの勝利を評価し、 試合前には、このようなシナリオが繰り広げられるとは誰も予想していなかった、と述べています。現時点では、井上は2位に満足しているでしょう。オレクサンドル、牛久は3位に遊び去りします、と記されています。最新の上位5人は、以下の通りです。1位クロフォード。2位井上。3位にく 4位サウル、アルバレス、5位ドミトリー、ビボル、THEA、エスパブル ER、練習。プロボクシングの WBC& オールブレイカーを世界スーパーバンタム級の新王者である井上直也が、自身の SNS で自分がパンチを打つ瞬間の写真を公開しました。写真には、 井の上の筋肉がバキバキに盛り上がっている様子が映っており、あれだけ必死に練習したんだもんな、筋肉も喜んでるわ、というコメントと一緒に、百点の絵文字が添えられています。この投稿には、55キロでこの背中の筋肉はすごい、地球上で最高の戦士、メイウェザー以来のベストファイター、 といった祝福のコメントが国内外から寄せられています。井上の海外での評価はますます高まっており、英国で最も歴史のある専門誌、ボクシング、ニュース、7月25日付のパウンド、フォー、パウンドで井上を1位にランク付けしました。2位は、ケビー級3団体統一王者のオレクサンドル、 ウシクで、3位と4位には、29日に対戦するテレンス、クロフォードとエロール、スペンスが続いています。4団体世界バンタム級統一王座を返上し、スーパーバンタム級に転校した井上直也は、初戦で2団体王者となった。世界戦プレニューを特集した同志7月20日号では表紙を飾ったが、 世界戦を控えた日本人ボクサーが起用されたのは、創刊114年にして初めての異業だった。すでに、プルトン戦の結果を受け、米専門メディア、ワールド、ボクシング、ニュース、でも、BFP で1位となっている。井上は昨年6月、米国で最も権威のある専門誌、 リングマガジン、日本人初となる PFP1 位に輝いた。同志電子版では、井上直也、スティーブン、フルトンを8回 KO で暮らし、パウンド、4、パウンド世界一を証明、という見出して、フルトン戦をリポートしている。